ちょうど源氏が車に乗ろうとする頃に、左大臣家からどこへ行くともなく源氏が京を出かけて行ったので、その迎えとして慶氏の人々や子息たちなどが大勢出てきた。唐の中将左中弁、またその他の金たちも一緒に来たのである。こうしたご旅行などにはぜひお供をしようと思っていますのに、お知らせがなくて、などと恨んで、美しい花の下で遊ぶ時間が許されないで、すぐにお帰りのお供をするのは惜しくてならないことですね、とも言っていた。岩の横の青い苔の上に、新しく来た金たちは並んで、また酒盛りが始められたのである。前に流れた滝も情緒のある場所だった。唐の中将は懐に入れてきた笛を出して吹き澄ましていた。弁は扇表紙を取った。葛城の寺の前なるや、豊良の寺の西なるや、という歌を歌っていた。この人たちは決して平凡な若い人ではないが、悩ましそうに岩へ寄りかかっている源氏の美に比べて良い人は誰もいなかった。いつも七力を吹く役にあたる随身がそれを吹き、またわざわざ小の笛を持ち込んできた風流好きもあった。僧図が自身で金、七弦の唐風の楽器を運んできて、これをただちょっとだけでもお弾きくだすって、それによって山の鳥に音楽の何であるかを知らせてやっていただきたい。こう熱望するので、私はまだ病気に疲れていますが、と言いながらも源氏が快く少し弾いたのを最後として皆帰っていった。名残惜しく思って山の相続は皆涙をこぼした。家の中では、年を取った天君主従が、まだ源氏のような人に出会ったことのない人たちばかりで、その天才的なことの根をも、現実の世のものでないと評し合った。僧図も、何の約束ことでこんな松瀬にお生まれになって、人としてのうるさい束縛や干渉をお受けにならなければならないかと思ってみると悲しくてならないと、源氏の君のことを言って涙を拭っていた。兵部卿の宮の姫君は子供心に美しい人であると思って、宮様よりもご様子がご立派ね、などと褒めていた。では、あの方のお子様におなりなさいまし、と女房が言うとうなずいて、そうなってもよいと思う顔をしていた。それからは、人形遊びをしても絵を描いても源氏の君というのをこしらえて、それにはきれいな着物を着せて大事がって